ラジオ C パートの今夜もアニメの酒がうまい。このラジオはアニメショットバー C パートのマスター的場と常連さんのゆうちゃんとこのアニメ好き2人が勝手にアニメを応援宣伝する番組です。アニメを語るという性質上ネタバレにつながることがございます。ご了承ください。はい、ゆうちゃん、こんにちは。こんにちは。おはようございます。もう先にネタバレを、今回の先に今回のネタバレをさせてもらいますけども、もう皆さん今回のタイトルは人死にます。先に死にますね、それだけ先に。はい、はい、というわけでどうもゆうちゃんです。はい、はい、好きなアニメはガールズ&パンサーとバジリスク、はい、甲賀忍法帳ですね。一番、そう、一番好きな戦隊ものは五星戦隊ダイレンジャー。はい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 。まあまあ僕ら世代でダイレンジャーっていう人はそんなに、まあね、少なくはないと思うけどね。そうそうそう。プリキュアは？どの世代が好きですか？僕ですか？プリキュアは、はい、プリキュア？というのもですね、今日本日から始まりました新しいプリキュア、はい、もう収録日がバレてしまう。我らが田村ゆかりさんがついにプリキュア声優としてそうなの出ることになったのですよ。もぎゅっと、もうそう、え、何やったっけ、もぎゅっとプリ、多分そんな感じ。いやいやいや、ちょっと待ってダメでしょ、ハグッとね、ハグッとプリキュアです。録画したもののまだ見れてない。今日ほんまさっきやから、あ、そうですね、今日がもう2月4日にこう収録してるということがもうバレてしまいますけれども、はいはいはい、ほんまさっき、そうなんや、いや、めでたいですね、ついにね、出まして、ちょっと、いや、でもほんまに、プリキュアに出れるってすっごいなんか嬉しいことらしいよ、その声優界の中でもね。あ、そうだよね、そう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 、やっぱ水木奈々さん来て、堀江優衣さん来て、そろそろゆかりん来るでしょうと思ってたら、ついに来てくれたんで、来ちゃいましたね。これはもう引退かな、引退、うん、これはもうこのプリキュアが終作になる可能性、そんな悲しい話。じゃあちょっといつかプリキュア会もするということで、ちょっと話変わるんですけど、マトバチ、モンスターハンターワールド買いました、はい、買いません。いや、買いません。いや、買ってますんじゃないの。買いません。沼やもんな、なんでなん、俺ポケモンの時ちゃんと買ってますん言う。すごいよ、あれ。だから、今までの歴代のモンスターハンターを別にやってない人でも、うん、もうね、あんな楽しめるゲーム多分なかなかないと思う。すごい、ほんまに。ちょっと、10秒ぐらいでプレゼンしてよ。あのね、バサルモスが可愛いのと、はい、バサルモスが走る前にうわーっていうあの顔が可愛いのと、うん、あとバサルモスが、うん、足を攻撃されすぎた時に、うん、モンスターってちょっとこけたりするんだけど、はい、その時にバサルモスがなんかうえーみたいな感じでちょっとグラランってなるバサルモスがめっちゃ可愛い、はい、いや、バサルモスがどういう形をしてるかもわからへんから、まあ、それもやったり。あと俺はモンスターハンターワールドにバサルモスが出てくるかどうか知らんねんけど。どないやねん。じゃあね、マトバチともプレイしたいな。はい、はい、このラジオはですね、バーでやってるということで、何か毎回飲み物を飲みながら収録していきます。はい、ゆうちゃんは今回何飲んでますか？僕はですね、はい、ジョニーウォーカーっていう、はい、ウイスキーの、黒ブラックラベルですね。ブラックラベルなんですよ、はい、これなんでこれにしたかっていうと、はい、僕もともとずっと焼酎ばっかり飲む。ああ、そうだね。そうなんですよ、うん、焼酎ばっかり飲む人やったんですけど、うん、去年ね、年末に僕の祖父が、うん、おじいちゃんが亡くなって、はい、でそのおじいちゃんがずっと好きでも飲んで、はい、家でも外でも飲んでたのがこのジョニーウォーカーの黒、うん、なんですよ。なるほど。そうで、それを、うん、まあそのお通夜とか、うんうん、葬式とかの、まあ、夜にちょっと買ってきて、うん、じゃあ、はい、親族で飲んでたんやけど、はいはいはい、うまいな、ウイスキーって。うーん、まあ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 、おじいちゃんの舌がね、僕にも受け継がれてるんかわかんないですけど、すごい僕の舌にはすごいマッチしてる。はい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 、美味しくない、美味しかった。ってわけで今回はこれにしました。いいですね、お酒がつなぐ感じで。そうですね、うん、僕はブラックラグーンのコラボウイスキーというものを、まずはっちもウイスキー、ウイスキーです。はい、ね、
これ第3弾なんですけど、うん、ブラックラグーンのコラボウイスキーって。ブラックラグーン、うん、そうそうそう、あのね、アニメのね、ブラックラグーン、はい、世界に194本しかない。194、はい、うん、うちの1本が今うちにあるので。すごいな、でも190。だってブラックラグーンも、うん、もう、まあ、やっぱこれの回もいずれやりたいと思ってるけど、うん、やっぱりこれもかなりの名作っていうか人気作品やから。そうね、ファンはすごい多い。194本って聞いて、うん、ようなんか手に入れようと思った、ね、逆にね。その数字聞いただけでちょっと俺諦めてしまう可能性があるわ。無理かなって思うよね、うんうん。まあ、中身的には結構癖の強い、うん、まあまあまあ作品同様というか、うん、まあ、ちょっと人を選ぶようなところもある。なるほどね。まあけど癖になる感じのウイスキーですね。まだ、あ、好きなやつ、ね、はいはいはい、へえ。それを今日ウイスキー2人で、そうですね、乾杯しよう。はい、はよ。私服。いや、ちゃう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 。まあ、もともと前回のもう全然、あの、言うなら打ち合わせして。私服前回。いやー、はい、最近、うん、ゆうちゃんジブリめっちゃ見てるマンやな。ジブリめっちゃ見てる、まあ、見てたまんですね。ツイッターをちょっと見てると、うん、そうっていうのも、ね、その大阪で、うんうん、アベノハルカスさんのところでね、うん、ジブリの立体建造物展っていう、はい、普通のなんかこの前もなんかよう展やってるなみたいな話を前々回ぐらいにしたと思うんだけど、うんうんうん、そうね、今回はその建造物展、うん、そのジブリ作品 そのラピュタだったりだとか、うん、千と千尋とか出てくる建物にちょっとピックアップして、そう、うん、してなんかそれの、まあ、あの原画であったりだとか、うんうんうん、もうジオラマであったり、ジオラマがやっぱすごかった。すごかったね。まあ、まあ、僕もそう行ったんですけど、うんうんうん、これは、そうでそれに、うん、まあ行こうと、うん、でも見てない作品が正直まだあったんですよ、何作か、うんうん、でもこれを機にっていうので、ちょっとこの1ヶ月ぐらいちょっとジブリ作品を見る機会がすごい良かったのとかある？ね、すんげえ、だから歌がすごい、うん、有名やったけど、うん、ポニョ、ポニョね、そう、ポニョポニョポニョを見てなかったんけど、うん、見て、うん、ポニョめちゃくちゃおもろいやんってなりましたね。ポニョ面白いですね。うん、よかった。僕も建造物展行った時に、うんうん、結構なボリュームがあるやん、うん、展示自体、うん、まあ、結構僕も回るだけで3時間ぐらいかかったんですけど、 その入ってすぐぐらいのところで、お母さんと来てるちっちゃい男の子がいたんですよ、うん、はい、ボーイがいて、うん、ポニョまだって言ってて、うん、でそれ絶対、それ絶対ソウスケやん。それ絶対絶対ソウスケやろ。ずっと、うん、まあ、多分この子はポニョしかジブリまだ通ってない感じの子で、あ、トトロとか見てもまだテンション上がらへん感じ。ポニョまだってもう結構ポニョ最後の方にあったから、そうね、そうね、うん、うん、それはそうそうそう、うん、まだまだやでって思いながら、あと3時間がましいなって、うん、そうそうそう。いやでもほんまに、うん、まあ、先も言っちゃったけど今日収録日4日やねんけど、うん、明日までやから、うん、もうほんまにラストチャンスで、うん、昨日行ってきて、はいはいはい、これほんまに行っててよかった。あ、よかった、よかったですね。何が一番、どのコーナーが一番よかった？やっぱ千と千尋の、ああれ、ゆやの、すごかったね、ゆやの、うん、そう、巨大ジオラマがあるんですけど、3メーターぐらい結構ある。そう、ほんまめっちゃでかいのね、うん、でちゃんとなんかライトがついてて、うん、ちょっと昼間のライトだったりとか、うんうんうん、夜のライトだったりとかすんねんけど、うん、それのジオラマはちゃんと一周全部全体像が見れるようになってて、はいはいはい、あれやねんけど、まあ、その千と千尋の神隠し見てへん人はちょっとわからんかもしれんけども、うんうん、その千尋がね、すごい急な階段をダダダダダダダーって、はい、あるある、降りて最終的に壁にドカンする、はいはいはい、シーンがあるんですけど、うん、思ったよりあの階段急やったら。めっちゃ怖いよね。千尋これ駆け降りたみたいな。めちゃくちゃ急やん。うん、そういうのもわかるよね。あのジオラマでバーンってやるとね。そう。うん、でっかいし。ほんであれ知ってる？ちゃんと、うん、近くに行ったらちゃんと中から声する。え？うわ、すんねんで。明日行こう。ほんまに？そうそう、ちゃんとゆやの中から人の声が聞こえるようになってるんですよ、ちゃんと。それまたホラ吹きゆうちゃん出てない？いやいや、またって何、まあ、俺このラジオで俺ホラ結構吹いてるわ。え？え？声？
聞こえるんですよ。まあ、どういうのが聞こえるかっていうのは言わないですけど、ちょっと耳をね、もう、もし明日、まあ明日も無理だけど、これ公開日15日やから無理だけど、まあもうこれはまたバチだけにプレゼンするわ。まあ明日行けんねやったら行って、聞いてみて。へ、いや、ほんまに、そう、いや、ほんとだから、売り店よかったら、それでまあ見てて。その、結構、さっきラストチャンスって言ってたけど、立体建造物展っていうのが、2014年東京であって、その後でも長野であって、うん、愛知であって熊本であって、うん、で今大阪でやってるから、うん、まあ、この後もまあどっかでまだやるかもしれない。そうやね。だからまあまあこの放送を聞いて、うわ行きたかったとか行っときゃよかったと思った人がおったら、うん、そうそう、まだこの後もね、まあ、ぜひね、大阪じゃない場所かもせんけど、うん、ジブリが好きだったら多分行って損はないと思う。そうそう、そう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 、そこにしか売ってへんグッズとかもまた可愛いのいっぱいあったしね。そうそうそう、僕結構買っちゃいましたね。うん、よかったよかった。そうそう、はい、もうすごいなんか立体建造物展を勧めるラジオになってしまった、はい、ぜひ行ってください。はい、はい、第4回目のアニメは、はい、バジリスク、はい、甲賀忍法帳です。まあ、これもほんまにやりたかったね。やりたかったですね。大好きなんで、はい、お疲れ様でした畑中 P。 お疲れ様でした畑中 P。 お酒が夫婦になってから全開バジリスク作ってない畑 P は関係ない怒られるから怒られるから、すいません、作ってるところも違うから畑 P はお酒の人すいませんでは、恒例の、はい、まだバジリスク甲賀忍法帳を見てない方への30秒でわかるバジリスク甲賀忍法帳。いや、ほんまにケモフレだけやで、ちゃんといけた。そうやね、ほんまに。オッケー、行きましょう。はい、じゃあやりますよ。はい、始めます。では、はい、用意スタート。時は慶長、多分江戸時代。忍びの里、甲賀と伊賀、この2つの一族は400年にもわたる宿縁の関係であった。その対立を終わらせ、共に生きることを誓い合う甲賀の源之助と伊賀のおぼろ。しかし愛し合う二人は波乱の時代、徳川の世継ぎ争いに巻き込まれていく。甲賀と伊賀、10対10の陣地を超えた秘術を持つ忍びたちの壮絶で凄惨な忍法争いが今始まる。源之助とおぼろ、引き裂かれた二人の愛の行方は。愛する者よ、死に将来。32秒。おわ、愛する者よ死にそうらえ、いらなかったね惜しかったね。 これなかったら多分ほんま30秒直消しぐらいやったんじゃないかな。かな、ちょっと付け足したから、ね、いや、うん、付け足した。最後のいらん部分付け足したところで、その、はい、宣伝するラジオのくせに多分江戸時代ってもう、ね、ひどいよねこの雑さ。じゃあ慶長っていつ、じゃあいつなの。いやいや、だから俺はさっきもこのラジオ収録する前に言ったけど、うん、ちょっとやっぱ要素やから、うん、千何百何十何年っていう言い方してくれへんかったら、うん、そのなんかちょっと、いや逆にそう言って江戸時代か分かる。いや分からへんけど大体江戸大体だってお侍さんがおんねやろ。そうそう、江戸やん、そんな大体徳川さん出てくるし、なんか対等してることに対して何も言われてない時代は江戸時代よ。家康っち、歴史好きな人に怒られそう。家康っちがおんねんから出てくるし、うん、そうそうそう、江戸よ。そうよ、はい、そんなバジリスク甲賀忍法帳ですけども、はい、どうですか、見てましたが。いや見てで、これも人に勧められて見たの、うん、だからまあリアルタイムで見てたわけじゃないんだけども、はい、まあ、ツークールアニメなんやけどね、はい、全24話のツークールアニメなんやけど、うん、多分今現在含めても、うん、ツークールアニメで多分一番最速で全話見たアニメかな、はい、これが、うんうんうん、多分2日で全部見てんねんけど、うんうん、僕は基本的にあんまりアニメめちゃくちゃ好きやけれども、うん、あんまり一気見ができない人間でして、そうなんや、頑張っても1日 4,5 話ぐらい、はい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 、はい、結構体力使うからね、アニメ。そうなのよ、ね、僕ほんまにめちゃくちゃの、うん、なんか入り込んで見ちゃうから余計なんかふーんみたいな感じで見られへんから、うん、そうそう、なんやけど、うん、そんな僕が2日で24話見てしまったぐらい、もうほんまにもう続きが気になって気になって、そうやね、しゃあない、もう最初から最後までひたすら面白かったアニメかな、思い出としては。テンポがもうめちゃめちゃいいもんね。めっ
ちゃくちゃいいですね、うん、その10対10のそう、まあ、いわゆるバトルをやるもの、はい、な感じで殺し合いをするという感じなんですけどね、はい、でまたこのアニメのそのやっぱいいところが、うん、さっき10対10って言ったけどほんまに10対10なのよ、うん、イが10人、コウが10人で、はい、ここからさらに新キャラが出てきて戦いに加わるとか、はい、一切なくてほんまに、はい、まあこの伊賀と甲賀の10対10で殺し合うっていう、うん、まあ、だから一番最初にね、ネタバレですけど今回のアニメは死にますと言いましたけど、もうほんまにまとまっちも言ってたけど、うん、テンポがいいから、うん、だいたい平均して1話に4人ずつぐらい死にます、うん、めっちゃそれ足りひんよ全計20人やけど1話に 4人ぐらい80人死んでるもうスムーズに言ったら5話で死ぬから5話で全滅するやけど、うん、ほんまテンポがいいからその前は次が気になって気になってね、うん、やめられへん感じですよね。まあまあだからそれがね、その戦いがまあ最終的にどういう風になるかっていうのは言わんけれども、うん、もうほんまにさっきに言っときますけど、うん、このアニメはほんまに最低半分は死ぬと思っておいてください、うん、そうやね、まあまあ、もうそれぐらいの覚悟は10対10でも最低半分はもう死ぬと思っといて、うん、このキャラ推しにしようと思っても、うん、まあ死ぬと思っといてください。死ぬかもしれない。このキャラだけは死んでほしくないって思うかもしれへんけど、そのキャラ死ぬ可能性全然ありますので、ありますので、はいはい、ガチンコの殺し合いやからあんまり感情移入しすぎないのがいいかもしれない。そうそうすると僕みたいにアホみたいに泣くことになるからでこのアニメ そのさっき、うん、紹介で最後に言った「愛する者よ死にそうらえ」っていうのがですね、はい、そのフレーズが、うん、そのアニメが始まる前に、うん、オープニングの前に毎回、うん、なんていうの口上がナレーションみたいな、ね、ナレーションがあるんですよね、はい、そこが好きよね。好き、いやっていうかもうバジリスクもそうやけども、うん、そのね始まる前にナレーション入るアニメ、うん、大好き。いい、いやもうほんまに、例えば、いや男の子みんな好きやと思う。例えば無縁の時間が鼓動を止め人は音もなく炎上する尺眼の尺眼、この世には目には見えない謎の住人たちがいるヌーベヌーベ絶対でも好きやと思うねんな、そういう始まる前に、うん、僕あれやな、うん、お砂糖、スパイス、素敵なものいっぱい、わかる？パワーパフガールズ言ってたな、そういえばケミカル X そういうのやっぱり、好きな人絶対スレイヤーズとかもさ、いい、ね、あるやんか、いいね、あまりモンスターといえばとことんぶちのめしみたいな、ビナーいいですね、うん、そういう、これもね、毎回入るんですよね、そうで、オープニングが、うん、陰陽座、多分この曲はすごい有名やから、うん、この曲は聞いたことあるっていう、そうですね、だからバジリスク甲賀忍法帳を知らない人でも、うん、このオープニングの歌が甲賀忍法帳っていう歌やねんけども、うん、ツイッターとかで、うん、バジリスクタイムっていう単語で言ったらちょっと馴染みがみんなあるんじゃないかなって思うんですよ。そのバジリスクってスロットとかがあるんですけど、うん、まあ、それがまあそういう当たりってなった時にバジリスクタイムっていうのがまあその画面に表示されるんですけどね、うん、そのバジリスクタイムっていう字を見たことある人結構、確かに、ズン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 ってっていう黒人の、はい、ダンサーさんが踊ってる映像に合わせて、はいはいはい、バジリスクタイムという甲賀忍法帳が流れてるっていうやつをツイッターとかで見たことある人おるかもしれない、はいはい、それそのアニメですね。元がこれなんでね。そうなんですよ、はいはいはい、原作がね、うん、結構古くて、そうゆうちゃんも好きなね、そうなんですよ、山田風太郎先生っていう方の、はいはいはい、まあ、その時代小説、うん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 、の甲賀忍法帳っていうのが元になってて、はいはいはい、それを元にしたバジリスク甲賀忍法帳っていう漫画を瀬川雅樹先生っていう先生が書いてて、はいはいはい、それをアニメ化したのがこのアニメのバジリスク甲賀忍法帳なんですけど、はい、その、うん、まあそうなんですよ、僕その山田風太郎先生自体がそもそも好きで、うんうんうん、だからほんまに甲賀忍法帳以外にも、うん、伊賀忍法帳とか、うん、柳生忍法帳とか、くの一忍法帳とか、その忍法帳シリーズって呼ばれてる、まあ、そういう小説があって、うん、まあ、そのうちの一つのこれなんですよ。正直でもその中でもこれが確かにとっつきやすいし、話もほんまに
すっきりしてるから、分かりやすい、うんうんうん、そうですね、まあ、だから本当に山田風太郎先生の作品は、うん、ちょっとねトラウマを植え付けやすい、そうなんや、トラウマと性癖を植え付けやすい、いや本当にそうなんですよ。まあまあこの作品でも結構そういう場面あるもんね。バジリスクもね、正直ね、これで今まで自分が持ってなかった性癖に目覚めてしまった男性いるんじゃなかろうか。絶対いる、絶対いる。僕はそんなことないって言ってるやつは絶対隠してる、言えないだけ。そんなことない。じゃあもうその、はい、どんな、ね、性癖を与えてくれるキャラがいいのか、うん、ちょっとまあ10対10、うんね、コーガと以外いるんで、うん、20人いるんで、うん、まあちょっとキャラクター紹介一人ずつ簡単に紹介していくっていう感じで、ね、今回はめっちゃサクサクっと人ずつ、そうそうそう、もう一人10秒ずつぐらいで行きましょう、行こう、サクサクっとね、うん、はい、じゃあまず、はい、コーガと以外あるんで、まあ、コーガ側から、じゃあコーガ側から行きましょうか、行きましょうか、はいはい、はい、じゃあ一人目、はい、コーガからね、主人公の、うん、はい、コーガから、うん、主人公のコーガ源之助、はい、はい、どんなやつですか。ね、源之助さんは、はい、まつげバチバチ、まつげバチバチ、つけまいらず、はい、もう絶対語れへんこの人のまつげには、まつげと眉毛には。ほんで、はい、今作最強キャラですね。そうですね、まあ主人公だけあって、そう、コーガの棟梁なだけあって、はい、最強道術使い、そうですね、はい、もうこの辺にしときましょう。次、はいよ、コウガ男女、男女さんは、はい、おじいちゃんやね、はい、源之助のおじいちゃんやね、うん、だから前棟梁、はい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 、はい、うん、またこのおじいちゃんもね強いね、うん、いい、もうどう強いかは言わんけどめっちゃ強い、はいはい、そして1話にちょっとラブロマンス的なところが出てきます、おじいちゃんのね、はい、はい、次、はい、ジムシ10名、はい、これ10秒じゃ終わりません、これね僕の一番好き、バジリスクの中でも一番好きな男性ギャラで、はい、もうね、もう見た目から、はい、もう何からも全て好き、オープニングでしっかり本当にその10対10、うん、全員キャラクター出てくるんですよ、はい、オープニングの映像の中で、はい、でもその初めて第1話でオープニングを見た時に、はい、この人めっちゃかっこええやんって思った人が、まあ、まさにこの人やったけど、もう、ね、占いします、占いします、そうですね、もう大好き、もうこの辺でやめてこう、はい、はい、次行きます、はい、室賀兵馬、室賀兵馬さん、これは、はい、簡単に言ったら、その主人公の源之助さん の、はい、おじさんにあたる人やね、はい、で、まあ、まあ、師匠的な、そうやね、源之助の使う忍術の師匠的な感じ、ね、的な、はい、ポジションですね、強いです、はい、はい、強いで す、 強いです次行きましょう、コナミかウドのジョウスケ、はい、ウドのジョウスケ好き、はい、もう太っちょ、太っちょキャラですね、太っちょキャラやね、はい、考察的なあれで言ったら、うん、実はバジリスク甲賀忍法帳で一番強いのはこのウドのジョウスケさんじゃないかと言われているぐらい結構特殊な忍術を使う人なんですよ、そしてスケベザ、お調子者、うん、スケベ、うん、スケベ、はい、強いです、はい、お尻触りたがり、はい、次いきます、はい、風間正元、はい、風間正元さん、この人だ、もうめっちゃかっこよくない、うん、もうね、デザインがほんまに好き、まあまあ、キャラデザはすごいいいよね、そう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 、うん、すぐ唾吐くけどね、そうそう、忍術もね、なんかなんか忍びやなっていう感じ、あ、まあまあ確かに、なんか特化させたらこんなことができるんやなみたいな、はいはいはい、感じのキャラですね、であと走り方がめちゃくちゃかっこいいです、あ、風間正元、ベロの形特殊なんでそこ注目してください、はい、強いです、はい、次強いです、強いです、はい、はい、霞行部、はい、霞行部さんはね、ムキムキの男の人ですね、ムキムキの男の人で、まあ後で多分この話すると思うんですけど、はい、全キャラの中で、はい、一番この人の忍術使いたい、はい、使えるならば使いたい、そうやね、この人の忍術が多分一番僕も使いたいと思いますね、そうやな、うん、多分見た人は、うん、まあ、正直男性に限るかなとは思うねんけど、うん、多分この能力一番欲しいと思う、そうやね、はい、そんなキャラです、はい、強い次、じゃあ女性キャラが出てきましたね、そうやね、はい、かげろうさん、かげろうさん、この人はね、ね、ほんまに性欲高まると強い、ま、強い、性欲高まると強い、ま、そうやね、もうまさにほんまに瀬川正樹先生漫画のね、うん、書いてはる女性キャラってすごいほんまに、うん、めっちゃ色っぽいんですよ、色っぽいね、なんか、うん、エロいじゃなくて、うん、ほんまになんかあでやかというか、はい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 、ほんまにツヤのあるエロさ、うんうん、のあるその女性を描くのがめちゃくちゃ得意なんですけど、はい、まあ、その中のまあほんま筆頭キャラかなっていう、そうやね、かげろうは、うん、そうです、で、まあちょっと色恋沙汰になるとちょっと面倒くさい感じの
まあ、そうやね、ちょっと、ね、はい、ヤンデレと言ってしまえばあれやけど、そうですね、まあ、そんな感じ、はい、強いです。はい、次、女性キャラ、はい、おこい、おこい、はい、これは的場ちゃんが喋った方がいいの。おこい好きですね、うん、この短パン、うん、え、短パンが好きなの。ムチムチ短パン、まあ、そのおケツがな、そうで、まあ、元気キャラな感じ でこの後紹介するお兄ちゃんのことが好きなんですよね。いや、そこがほんまに、はい、能力的にはね、この子はねすごく特殊なんで、うん、これはね、言っちゃうと、うん、面白くない能力なんですよ、うん、なんでもう見て、知ってほしい。ボディタッチが多いです、この子は。そうですね、はい、強いです。次いきます、はい、さっきのお兄ちゃん、おこいのね、はい、キサラギ、サエモン、このね、サエモン殿とおこいの、うん、ほんまにこの兄弟愛、もうこの兄弟愛やけど、うん、どこまで行っても忍びであるということを忘れないこの兄弟が、もう到底のよ。そうなの、塩蔵での話、そう、ほんまに、もうこの、はい、またほんでサエモン兄ちゃんがね、うん、ちょっと見てると、うん、情がないキャラクターにちょっと見えがちなんですけど、うん、はい、話をね進めていくと、はい、全然そんなことはない。そうやねんな、本当に、うん、一番だから源之助がね、うん、主人公の源之助があるセリフを言うんですけど、はい、まあ、それ伊賀と仲良くしてくれたらええなみたいなことを言うんですけど、うん、まあ、それをまあ一番感じたのもこのサイモン殿かなって。そうやね、うん、うん、思うんですけどね、はい、まあ、まあまあ強いです。サイモンの能力も使いたいです。いや、ほんまやね。だからそうやね、この現代のこの殺し合いのない世界で言ったら、ほんまにこの霞行部さんと木更木サイモンさんのこの能力、ほんまにツートップや、ね、いや、もうこれまた後で言おうか。いや、本当にシティハンターですから強いです。はい、はい、アニメショットバー C パートは平日18時、土曜日曜祝日は16時オープンです。Cパートは3月1日で3周年を迎えます。ということで、1日から7日までの1週間3周年キャンペーンを開催。詳細はホームページをご覧ください。はい、じゃあ次以外行きましょう。行きましょう。もう全然10秒じゃないけどな。好きやもん。いや、もう足りへん。語っちゃうよ、キャラクターのことなんか語り出したら当たり前やん。伊賀側。はい、行きましょう。はい。おげん。はい。これがまあ、前棟梁やね。そうね、こっちもね。うん、そう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 。はい、言ったら、壇上さん世代の。そう。甲賀壇上さん世代の、まあ、伊賀の、今、うん、ツバ隠れの、はい、まあ、前棟梁。だいぶよぼよぼのおばあちゃんですが、うん、強い。なんか言うんかなと、なんか強いっていうの俺やから、強いっていうの俺が、はい、まだこのおばあちゃんがほんまにヨボヨボのおばあちゃんやねんけどね、はい、ちょっとね、茶目っ気もあって、はい、で、ちゃんとなんて言ったらいいんかね、お化粧とかすることも忘れへん、ちょっと女心をいつまでは経っても忘れないすごい、そうやね、うん、うん、女のおばあちゃん、はい、そうなんですよ、はい、はい、強いです。はい、次、甘代甚五郎。甘代甚五郎、甚五郎さんはね、多分ね、うん、こんなこと言ったらすごい甚五郎さんに申し訳ないんけど、はい、多分女性キャラは、うん、女性キャラじゃない、女性の、うん、視聴者さんは、はい、多分そんな好きじゃないと思う。めっちゃ嫌いやと思う。こういうキャラ多分嫌いやと思うっていう、例えるならばナメクジ。ただね、甚五郎さんはなんだかんだ言って、うん、その棟梁の伊賀のね、はい、おぼろちゃんのおぼろさんの、はい、ことはでもやっぱりなんだかんだ言ってすごい考えてくれてる人で、そうやね、そう、うん、で、ここっていうところで意外に、うん、まあ、どっちかというと地上側の人やから、他の忍びが気づかんことも気づいたりとか、うん、結構伊賀にとって、なくてはならない存在であることは間違いない、はいはい、結構好きなんやね、語っちゃうってことは。好きですね、はい、僕は好きですよ、はいはい、まあ女性は好きちゃうやろうなって思うけど、甚五郎殿、はい、甚五郎殿、はい、好きです、はい、次強い、うん、強い、女の子ホタルビ。あ、これ5分くらい喋ります。やめて。え沢城みゆきさんですよね。やめて。そのホタルビが僕が、うん、女性キャラの中で一番好きだったキャラクター。はい、いやっていうの、ま、結構この出てくるキャラの中では若い女の子ですよね。うん、そうなんですよね。うん、ほんで、っていうのも、うん、これを僕初めてバジリスクを見た時が、はい、10代。の時やったんですけども、はい、その時は本当にホタルビ一択で、はい、もうホタルビほんまに可愛い、はい、
この子が一番ってなってたんやけど、うん、もうこの後出てくる、はい、あの別のくのいちがいるんですけど、はい、今その人にねまさかの推し編、僕はあんまり推し編しないんですけど、はい、しちゃいました。まあそれを年取るってことなんですかね、はい、ほんまにそうやと思う。でもなんか求めてるものが変わったんやろな。で、ホタルビのまあ忍術は、はい、これもやっぱ特殊やね。そうやね、うん、蛇蛇、そうやね。まあ、ほんまに忍術らしいっていう言い方もできるね。あの現実を使ったりだとか、そうですね、まあいろいろできるんやけども、はい、次そうそう次いきます。強い美濃年季、はい、美濃年季、年季さんはね、まあまあ、ほんま特徴、このキャラはすごい特徴があって、ね、あのルックスに、うん、あの鼻毛がすごい出てます。そうですね。で唯一ほんであの源之助より眉毛が濃い。眉毛が濃い。いや体毛も濃い。体毛も濃い。めちゃくちゃ濃い。そうですね。ほんで、うん、あの結構その忍術は自分の、うん、あの体を生かしたというか。はいはいはい。結構だから、まあ、あの攻撃型やな。そうやね、うん、こいつは特徴的な感じで、ね、結構人殺しというか、そういうのにちょっと特化した忍術ですね、はいはいはい、まあまあテンション高いやつですね。普通に、普通に強いです、はい、次、はい、ヤシャマル。ヤシャマル、これはでもどうなんやろな、あの女性人気高いんかな。あ、まあまあ確かに高そうやけど、まあ、ルックス的には一応イケメン枠ではあるけど、はい、まあ、若いイケメンキャラって感じですね。ただあの残念ながらヤシャマルさんにはあの恋人がいてますので、うん、そうやね、そうなんですよ。で、まあ、忍術も、はい、まあ、この子もどっちかっていうと攻撃特化型、うん、そうやね、人殺しに特化した能力で、うんうんうん、あのなかなか普通にこの子も強いんですけど、どうしてもちょっとあの若さから来る油断みたいなのが、ね、メンタル面がねちょっとそう、うん、あったりとかして、まあ、能力的にはまあ空城ジョリーンみたいな感じで、まあまあ空城ジョリーン、ジョジョのね、知らん人が見たら何を言うと思う。次いきます。強いです。これも女性キャラ、はい、アケギヌ。アケギヌママ、そうなんですよ。聞きましたね。これが僕がまさかの、はい、ホタルビから、はい、あの推し編したアケギヌさんなんですけども、はい、ホタルビからユウちゃんを奪い取った、奪い取った女なんですよ。もうほんまにね、今までそんな風にアケギヌさんを見たことがなかったのに、うん、もうね、もうママーってなる。もう母性がだから本当にあの別にそこまで、うん、あの都市で言うとめちゃくちゃそういうおばちゃんっていうキャラでもないんだけども、そうやね、うん、ないんだけども、ほんまに今つば隠れの全員、他の忍びに対して、うん、もう全員に対してなんかもうお母さんっていう感じの、ね、あの別にお世話係じゃないねんけど、うん、そういうほんまにポジションがなんか今回ラジオを撮るにあたってちょっと見直したんですけど、その時にほんまにぶっ刺さりまして、僕もうそうですね。だから秋木のさんがちょっと今は女性キャラの中で一番好きかな、はい、能力的には、うん、ちょっとおどろおどろしいというか、おどろおどろしい、なんかうわ、なんかよう分からんけど、なんか男が使うよりなんか女が使いそうやな、この忍術っていう感じの、まあ確かに、そう貧血なりそう、なんかほんで結構補助にも使える忍術やし、まあ、攻撃特化の感じではないね。そうやね、でもまあやっぱ強いですね、そもそものポテンシャルが高いから、はい、強い忍者としての、はい、強いです。次、おじいちゃん、あずきろうさい。あずきろうさいろうはね、ゴムゴムの実、この人はもうゴムゴムの実の能力者という言い方ぐらいしかできへんし、もうこれを言ってしまったからもう、あ、そういう能力ないなって多分ほぼ全てのリスナーさんが多分分かってしまうと思いますけども、うんうん、だもうベタやけど、うん、おじいちゃんキャラが戦う時によく出す、うん、キエーっていう感じ、うんうん、そうね、戦うときにすごいあのカッカしてしまうタイプの、あのおじいちゃん、だけどやっぱりおじいちゃんだけあってすごい、うん、あのその伊賀棟梁のおぼろちゃんのことを、ね、孫みたいに可愛がってて、そう可愛がってて、あの結局戦うことにはなったけど戦わんのもありやったんかなっていう、うん、やっぱこの人がおじいちゃんやから一番正直、うん、甲賀との、まあ、その、あの確執というか、そうね、400年に渡るところで、ね、長いこと知ってるわけやから、そう、うん、だから結構そういう憎しみ合ってる中でずっとこの人は生きてきたから、うんうん、でもおぼろが幸せになるんやったらそれもありかなって、ね、そうっていう部分もちゃんとおじいちゃんやな、うん、この人っていう部分もあって、うん、そうもうほんまに忍術はただただゴムゴムの実、ゴムゴムの実だからまあ普通にやっぱ強いです。強い、はい、強いです。はい、次、はい、ちくま小四郎。はい、ちくま小四郎。小四郎くんはね、うん、
まあ、先に忍術の話をするけども、はい、忍術で言ったらだいぶ最強クラス。そうやね、うん、うん、めっちゃ強いね。そうだから、まあ、超超攻撃型というか、もう人殺しさせるなら小四郎くんやろみたいなぐらいすごい、うん、うん、そういうね、口笛みたいな吹くキャラですね。そうそうそう、でもなんかすごい、うん、あの技はそういうちょっと、うん、あの強い感じなんやけども、うん、あの根はめちゃくちゃ優しい人で、あのまあ言ったらそのおぼろさんのね、ヒロインのおぼろさんのあの幼なじみキャラなんですよね、うん、あのもちろんあの位は違うけど、はい、うん、あの家臣、家臣というか、そうね、あれやから、うん、そうなんだよね。だからそこでおぼろさんとのロマンスがあるかと思いきやですよ、うん、みんなね、はい、結構その恋のね動きもあったりしてね、意外にあるねんな、バジリスク、そういう色恋沙汰っていうのが、ね、切ないんですよね。そう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 、はい、強いです。次いきます、はい、おぼろ雑魚です。あ、いっちゃった初めて来たここ切ってここ切ってまあこれがだからヒロインですよね。そう、はい、ね、とりあえず、はい、おぼろさんは、うん、何もできないです、忍びとしては。そうやね、確かに忍びとしてはもうやっぱり、はい、ところがもうおぼろさんっていうのはもう、ね、すごい最強の能力を持ってまして、だからや実はね、そうだからやっぱり、うん、甲賀の源之助と伊賀のおぼろ、この二大主人公がやっぱりどうしても能力としては最強枠、はい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 、そう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 、うん、なんですよ。その最強枠の二人がいる中で、うん、この伊賀と甲賀がどう戦って人が減っていくのかっていう話ですね。そうですね、はい、声優は水木奈々さんですね。エンディングをね歌ってるんですよ、ね、水木奈々さん、うん、はい、最後、うん、10人目、はい、薬師寺天然、ね、ここはねもう喋らんとこ嫌いもん、これもうこれ俺こいつのこと嫌いこいつのこと好きなやつおる、だっていや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 とはいえね、うん、とはいえね、見た人の中では、うん、あのネタ的な意味ではそうやね、あの天然様のことは、うん、好きな人はおると思うだ正直天然さんもうめちゃめちゃ強い、めっちゃ強いですね。まあ、言ってしまえばもうラスボス的な感じ、まあポジション的にはそうですね、伊賀 の中ではだいぶほんまにそういうポジションやから、うん、そうほんまもう悪っていう感じのキャラなんですけど、うんうんうん、まあ、なんかねその憎めないところも憎めないという、なんていうやろね、うん、そのまあだからザ・クズみたいな、ザ・クズ・ザ・悪みたいなキャラではあるんやけれども、そう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 、なんかこの人抜けとんなみたいな、そう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 、あのところがあって、うん、まあすもう普通に人としてこの人のこと好きになるって人は多分あんまり俺は仲良くなりたくないけど、でまあちょっともみあげがもみあげ、もみあげが えらいことえらいことになってますね、はい、でまあ能力は、うん、まあこの人もある種最強クラスですね。そうやな、この人の能力は見てったらすごい、うん、見てたらとか見る前に言ってしまうとネタバレになってしまうから、うん、言わないですけれども、うん、そうなんですよ、この人は。いやちょっと待って、1人10秒で紹介してって言ってんのに、うん、もうこの10人でも11分喋ってんだけど、つまり1人いやもう無理やって、難しいな、なんで10秒とか言うわけの60秒って60秒でしたよね、だって1人60秒じゃあこの、うん、まあ、ざっくりやけど20人紹介した中で、うん、まあベタやけど一つ能力使えるとしたらどれがいいですか。やっぱさっきも言ったけど一つに絞る、一、うん、つに絞るんやったらもうさっき言っちゃったけども、はい、やっぱり甲賀の霞行部さん、行部さんやっぱりそうかな、男としては、やっぱりそうですね。もうこれ以外のやっぱりキャラクターって、うんうん、なんかその人を傷つける以外に、そうやな、なんかこの能力使えるみたいな人もやっぱちらほらいるんで、その能力って正直今はいらない、うんうん、でこの時代にね。そうなんですよ。でも行部さんの能力っていうのはもう現代でもすごく役に立つもう便利いやもうこれ言っちゃっていいと思うね言っちゃういいと思うね。まあ霞行部さんの能力は、うんうん、壁にとか地面に同化して溶け込める、うんうん、そう、そんでその中を移動できるっていう、移動できるんですよ。だから、まあ、諜報活動とかスパイ活動的なのにも適してるし、はい、奇襲したり仕掛けることもできるね、そうそうそう、地面から出てくることとかもできるから、そう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 、本当にそういう壁地面の中に潜って動ける、うん、はい、というあれがあるねんけども、はい、デメリットとしてはすっぽんぽんにならないといけないという、はい、あれなんで、例えば、まあ、
ね、もうこれを聞いた、うん、その行部さんの能力を知らなかったリスナーさんが、はい、この能力を使って何をするか知らないですよ、うんうん、分からへん分からへんよ、うん、まあ僕はいやらしいことに使いますけど、そうなったらもう、もう家からすっぽんぽんで出ていかないと。そういうことやね。そうよ、うん、もうなんか途中でなんかあ、ここに更衣室があるってなっても、うんうんうん、そうやね、もうそこで服もうその服どうすんのってなってくるから、やっぱり突然地面に服置いてある感じ、その更衣室があるから、そのどう使うかまでは僕は言わないですよ。はい、もうそれは聞いてる人が分からへん、うん、分からへんやろ。結構な、あの特殊な使い方があるのよ。やっぱりそうやね、霞業務さん、そうでも実際、まあ、的バッチも業務さんなんでしょ。そうやね、あのまあまあ次行きましょうか。でもう一人、俺にだけ言わせて、もう一人さっきも言ってたのが、うん、如月左衛門、はい、左衛門殿、はい、でそのお兄ちゃんね、はい、これなんでですか、使いたいって言ってたのは。この人も能力言っちゃう。いいと思う、全然いいと思う、うん、もうじゃあもうとりあえず、うん、そのそう、左衛門殿は、はい、まあ、なんで、まあ、左衛門殿って言ったかというと、うん、この人の忍術っていうのは、うん、人に化ける能力なんですよ。そうやね、変身じゃないけど、だからもうまんま、うん、ほんまに人に化けることができる、うん、ただそれはどこまで行っても見た目の話なんで、うん、服とかまでは変わられへん、はい、うん、肉体をその人のもう完全にあの体も、ね、頭も全て変えれるっていうのがあるんやけども、うん、服はその人のやつを奪うしかないというか、はい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 、で声もちゃんと変わるし、はいはいはい、そうなんですよ、まあ、それが僕さっきシティハンターって言った理由だったんですけど、だからこれもだからその情報活動とかそういうの向け、そうやね、味方やと思っていたらみたいなね、そう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 とか、そういう使い方ができるけれども、これも一応デメリットというか、その忍術を発動させるための条件があって、うん、その化けたい人間の顔の顔型を土で取らないといけないんですよ、うん、あー、そっか、ハード高いよ。そうだから、まずこいつに化けたいってなったら、そいつを捕まえてそいつの顔型を取らないとそいつには化けられないっていう、ちょっとそういうデメリットが難しいよあるんですよ、ね、でその顔型を顔につけることによって、うん、もう顔から体から全てがその人になるっていう、はい、まあ能力なんですけど、うん、まあ、それをどういう風にね、この忍法争いで使っていくんかっていう感じなんですけど、うん、いやこれ能力使えるようになったとして、うん、顔型取れる人間周りにおるから、まあ、とりあえず僕は妹3人の顔型取りますね。何に使うの？それは言わないけど。それは言わないけど。怖い。いや、あれさ、もう単純な女の子になってみたいみたいな、そういうことです。なってどうするかまではちょっと言わないですけど。はい。はい。俺にばっかり言わせんの、せこない。自分絶対もっとえげついの考えてんねやろ、だって。何言おうよ、そんな。僕、ゴムゴムの身がいいもん。男の子か。せこー。もう絶対だって聞いてるもん、だからな、俺4回目やけど、うん、どんどん聞いてる人俺のこと嫌いになってってると思う。なんでこいつに喋らせてんねやろみたいな。それだけが本当に怖いけども、ある種気持ちよくもあるから、ある種気持ちよくもあるから、まあいいでしょう、はい、これからも僕が喋ります、はい、この作品初めて、日本で初めて、うん、ちょっと変わった作り方をされたアニメなんですよね、実は、うん、はい、アニメファンドと言いまして、うん、はい、このアニメ作りたいっていうか、うん、まあ、作りたい人がいる、はい、作ってほしい人がいる、はい、お金がない、はい、作ってほしい人、お金ちょうだい、まあ簡単に言ったらそんな感じです。で集めて作られた、うん、日本では初めてアニメで、うん、もう めちゃ正確に言ったら、まあ、それだけではないんやけど、まあほんまにその、お金を制作するための資金を募って、うん、それが集まったから作れたっていう、そうだね、そういうのが、うん、まあ、日本で初めてそれで制作されたのがこのバジリスクなんですよね、はいはい、うん、まあ、それだけその作ってほしい人もいたわけし、そうだから前回ね、うん、お酒は夫婦になってからの回で、うんうんうん、畑中 P が、はい、お金さえもらえれば作っちゃいますよみたいなこと言っとったけど、うん、ほんまに、うん、それってできるんよ、この世界の片隅にそう、あれとかもそうですよ、クラウドファンディングでね、あれは本当に素晴らしい映画だったから、うん、本当に作ってくれてよかったし、うん、そうそうそう、だからほんまにこれ聞いてる人とかもあると思うね、俺この作品、うん、この小説、この漫画好きやけど、はいはいはい、もうアニメ化はないやろな、うん、諦めてるっていう人は諦めなくていいんです。
そう、まだだ、まだ終わっていないやから、本当に、そう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 、だからね、諦めないでほしい、その、何さ、ほんまに、諦めないで。諦めないでほしい、本当に。まあ、そういうふうに、いろんな人の思いが集まってきた、バジリスクっていう、やっぱりそう、あの例もあるんで、そう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 。そう、バジリスクはね、はい、すごい進めやすい作品なんですよ、はいはいはい、っていうのもなんでかっていうと、うん、何かもうざっくりやけど、うん、面白いアニメ教えてない、はい、って言われたら、うん、バジリスクあるで、うん、バトルもののアニメ教えて、うん、バジリスクあるで、はい、うん、でちょっと泣けるアニメない、うん、バジリスクあるで、はい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 、うん、ちょっと人が死ぬアニメみたいな、はい、バジリスクあるで、はい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 、なんかそのラブコメとかっていうんじゃなくて、ちょっとその暗めの、あ、ちょっと秘伝であったりだとか、はいはいはい、ちょっと色恋沙汰のやつも入ってるやつがみたいな、バジリスクあるで、可愛い女キャラクターが出てるアニメみたい、うん、バジリスクあるで、うん、ちょっとエロいやつみたい、うん、バジリスクあるで、でできんねんけど、これね、うん、もうすごい、だからこうやって進めやすいねんけど、うん、ある種進めにくい作品で、うん、これはね、なるべくね、一、うん、人で見てください。あ、まあ確かに。このアニメはね、特に、うん、まあ彼女とか、うん、嫁さん、はい、まあ男性が見る場合ね、うん、男性が見る場合、うん、まあ、もしくはお母さんは、なるべくやめた方がいいって先に言っとく。それは見た人はなんとなく、いや別にいいんじゃんって思う人ももちろんおるとは思うけど、まあそうだね。まあけどわかる。そうやろ、うん、なんとなくわかるよね。このアニメはできるだけ一人で、気になって見たいなって思ってくれた人がいたら、できるだけこれは、うん、食卓とかでは見ずに、食卓ではもう見れない、うんうん、見ずにできるだけ一人で見てください。だってナメクジに鼻毛出てるやつにやろ、はい、そうです。であと、バジリスク甲賀忍法帳を見て、うん、まあ、男性は、はい、勃起したら負けやと思ってください。はい、もうさっきこれも言っておきます。まだ見てへん人でこれを見て、はい、どの話でもいい、どの話数でもいい、はいはい、うん、勃起したら負けたなって思ってください、はいはいはい、見たらそんな試されてる、ね、そうそう、試されてる、このアニメはほんまに試されてる、自分の性癖を試されてる、はい、そうだから、うん、見てない人は見て、うん、してしまったら、はい、Cパートに来て、うん、ゆうちゃんなり、うん、マスターのまたバチなりに、うん、すいません僕、はい、バジリスク見たんですけど、はい、お恥ずかしながら勃起しちゃいましたってちゃんと報告。ちっちゃい声で言ってください。耳打ちしてよし。いやもうお客さんもまあまあな年齢の、うん、そうやね、いやそんな人たちに僕耳打ちでお恥ずかしながら勃起しちゃいましてって言われるの嫌やもうそこから何話でっていう話になってくるから、まあ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 ね、はいはい、そう、あ、そう、何話でといえば、はい、1話から24話まで の、うん、サブタイトル、 あのいやあるやん、第1回何々みたいな、はい、第1話何々みたいな、うん、サブタイトルが漢字4文字で4文字、うん、構成されてるんですけど、第3話何やったっけ。第3話は胸中無惨ですね。第3話は胸中無惨です、はい、最終話は、最終話は来世開講ですね。でこれのいいところは、うん、その全然言ってもネタバレにならないところ、うん、はい、一応ね、うん、その当たり前やけど、その胸中、うん、第3話胸中無惨も、はい、第24話来世開講も、もちろんその漢字4文字がしっかりその話の内容のことを当たり前けど示している、見た人やったら分かるわ、そうそうそう、示してるわけでやるけども、うん、正直この漢字4文字がもういい感じに中2になってるから、うん、なんか好きな回ありますか。え、好きな回、はい、難しいな。13話とかはまあ、うん、多分その13話のこのタイトル見たら、13話胡蝶乱舞ね、あの話やったなっていうのは浮かぶね、はい、はい、うん、そう、こっち、あ、19話とかね、19話、うん、猛女官房、はい、はい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 、はい、だからそうそうなんですよ、うん、ほんまに僕もそうで、うん、19話猛女官房と、うん、13話胡蝶乱舞、あと7話やったかな、うん、人肌地獄、はい、うんうん、この回がね、うん、好きで、はい、どれもこれもちょっと共通点があるんですよ、この回って、このえ、なんだろう。あるんですよ。まあ、それの見た、まあ、いやいや、もうこれはもう見た人に、あ、ゆうちゃんが言ってた、あのどういう回かっていうのは分かるな、みたいな、あると思うんですけど。そうやな。はい。
そう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 。で、そのすごいくだらん話していい、うん、あのくだらんすぎてカットしてくれた、全部くだらんけど、うん、くだらんすぎてカットしてくれてもいいねんけど、はい、このバジリスクって、うん、その次回予告で、うん、いろいろブワーって言った後に、うん、次回バジリスク黄河忍法帳って言った後に、うん、次の回の言うね、言うですね、はい、次回バジリスク黄河忍法帳胸中無惨とか言うねんけど、はい、ちょっと思ったのが、うん、次回バジリスク黄河忍法帳って言った後だったら、はい、どんな四文字熟語でも、はい、バジリスクのサブタイっぽくなるんじゃねって思ったの。でその中でもすごいしっくりくるなる、うん、いやそれでしっくりくるのが、はい、その他のアニメだったり、うん、漫画作品で漢字四文字の作品ってちょこちょこあるの。はい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 、うん、あるのよ。あるよな。それを言ったら、うんうん、すごい、え、それっぽいって多分バジリスク見た人はなると思う。うん、え、じゃあちょっとやる？やろう。言うで、じゃあ、うん、行くで、うん。次回、バジリスク、黄河忍法帳。悠々白書。ほらほらいや、まあ確かに。ほら、もう悠々白書って聞いただけでどんな内容か分かれへんやん。分からへんよ。ほら。分からへん。どっかの話に絶対悠々白書入ってても分からんって。うん、分からんって。合うわ。しっくりくるわ。いや、まだあるから、まだあるから。うん、星って入ってたらあれやけどな。そうそう、星って入ってたら。普通に漢字文字で悠々白書って、ね、はい。じゃあ次、はい。次回、バジリスク、黄河忍法帳。幼女戦記。ほらほら確かに、その。これもしかしたら、お互い黄河と以外にさ、うん、ちょっとロリ枠の、はいはい。くの市がいてさ、その二人がもしかしてバトルンかな、みたいな。そうやね、次回。回をちょっと連想させるやん。ほらこれすごない監獄学園とか。プリズンスクールね。そう、監獄学園とか、天地無用とか。はいはいはい、はい。ほら天地無用とかも完全に合うね。うんうんうん、そうそうそう、やろ、もうほんまくだらんけどな、うん、だこれを聞いて、うん、もっと合うやつな、うん、なんかあの、うん、いやこんなんありますみたいな、ゆうちゃんが言ったやつよりめっちゃしっくりくるやつありますみたいな話、うん、もう超くだらんけど、うん、あったら言ってほしい。なんやろなちょっと考えとこう、うん、そうだ、お客さんもね、うん、あのこっち来て、うん、ゆうちゃんあんなんどうみたいな言ってくれたら、しょうもないなこの話ほんまに、うん、考えとこう。うん、そんな感じでバジリスクの話は、はい、終わりまーす。終わ内容に触れてなさすぎなんやけど、まあでもほんまに内容は、でもだって見た方がほんまにいい。もうあのあらすじがあって、うん、その中にこの20人が出てくるっていうのやからね。そう、ぜひ、うん、もうこれ、もうこれ以上出せる情報はない。そう、うん、そんなバジリスクの魅力はもう今日は伝えれました。こんな感じで。いや、もうキャラ紹介ぐらいしかしてないけどね。まあもう結構キャラがもうこのね作品は推しなんでね、うん、ではバジリスク黄河忍法帳関連の情報を言っていきます。はい、お願いします。実はですね、この作品の続編が今年の1月から放送中なんです。その名も黄河忍法帳バジリスク新章。はい、黄河忍法帳の10年後が舞台となっております。関西ではサンテレビや KBS 京都、その他動画配信サイトなどでもご覧いただけます。うん、ゆうちゃんは見ましたか、これは。そうですね、一応、うん、まあ、ほんまに触れる程度になんですけど、その黄河忍法帳があっての、はい、まあ、この黄河忍法帳、はい、もう完全にまあ続編、はい、やけど、うん、多分、うん、こっち先見てる人もちょこちょこまあいるかなっていう気はする。まあ、今やってるから、うん、これを見気に黄河忍法帳を乱すっていう人もきっといるやろうからね。そう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 、うん、だからまあ元となってるのがこのバジリスク黄河忍法帳だよっていうあれだけど、うんうん、結構ねやっぱり内容がほんまに、うん、一新されてて、はい、黄河忍法帳は伊賀対黄河やったけども、黄河忍法帳は、じゃあまたそれをやるのかって言ったら、またちょっと話の流れが違うんですよ。はい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 、はい。まあ、それはまあ、今仮に放送してるの見てる人は分かるかもしれへんけども、うん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 、まあだから両方ね、やっぱり見てほしい。まあ見れるなら、黄河忍法帳から見てほしいなという、まあ願いはあるといえばありますけど、でも、結構別物として見れるんで、この黄河忍法帳と黄河忍法帳は、別物として見れるから、全然黄河忍法帳先に見てもらっても、全然大丈夫な内容にはなってる。なるほど。僕もちょっとまだ、1話をちょっと見たぐらいなんで、ちょっとちゃんと見ます。はい。これはほんまに、これはこれで絶対楽しいと思うから。はい。はい。
第4回目ももう終わりが近づいてきましたけども、どうでしたか、ゆうちゃん、今回は。もう4回ってやりすぎやで、うん、やりすぎ、もう前回も言ったけど、もう今回がもう最初、うん、第10回目には田村ゆかり、あ、10回目だいぶ、だいぶ目標がすごい、あれ10年後ちょっと、前回公式と繋がったからでちょっと咳すぎやろ、いやもう前回、お酒は夫婦になってからかい、うん、もう大変やったで、うん、編集、そうだよね、ちょっともう僕も言いたいことが正直あるんですけどね、うん、みんなね、どんなしょうもないことでもいいから、もうコメントなりなんなり、ああちょっと欲しい、欲しい、やっぱりほんまに全然おもんないですとかでもほんまになる、いやほんまにいいからそうや、ね、全然そうなんでもいいし、うん、ちょっと滑舌悪いぞお前みたいなでも全然いいし、はいはいはい、こうした方がいいよとかとかもでも全然いいし、うん、もう普通になんかなんでゆうちゃんそんなに面白いんですかとかそんなんでも全然いいし、はい、いいし、うん、なんけど もうちょいじゃないと、うん、だいたい今までその3回までのやつって、うん、100回超えちょいぐらいなんですけど、うん、もう今のままやとほんまに僕で50回マトバッチで50 回, 回再生回数稼いでるのがバレてしまうからいやけどほんまに頑張ってちょっとね、うん、そうどうなのゆうちゃん、そのこのラジオ始めてなんか周りになんか言われたりする、うん、してない全然いやちょこちょこやっぱでも反応ありますけどね、僕妹も聞いてくれてて、はい、なんか旦那さんと一緒に聞いたけど、うん、何がおもろいかわからんくて5分でやめたって言われましたねでも全然アニメとか見ないんですけど、うん、はい、そんなと思って頑張ろうこんなおもろいのにじゃあ逆に言ったら逆に言ったら妹が好きななんか多分ワンピースとかそんな好きやから、はい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 、逆に言ったらそんなん取り上げてやったらちょっと、ちくしょ絶対ガイモンさんのいいところめっちゃあげたの、ガイモンさんのガイモンさんが一番好きやからしっかりちゃんと見てますよ、まあ、見た上で、はいはいはい、見てってる上で、うん、ガイモンさん好きやから、ね、宝箱おじさん絶対に、ね、そうなんですね、うん、ちょっと今ちょっと悔しいね、悔しいからね、何がおもろいかわからん、そうそうそう、このね、まあ俺もそうや誰か聞いてくれてないの、え、まあでも普通に友人とかは聞いてくれてますよ、 LINE が来たりだとか、うん、なんかその、うん、まあ、その正月、はいはいはい、実家に帰省するときに新幹線の中で聞いてたけど、うん、なんかそのコードギアスめちゃくちゃ見たいわみたいな、はいはいはい、うん、見たくなったとか言われたりとかはあるけど、うんうん、やっぱそのそういう直接の感想とかってやっぱりめっちゃ嬉しいけど、やっぱ欲を言えばちょっとこのね、うん、まあ、例えばツイッターとかでも宣伝してるけども、はい、まあ、ほんまこの動画にしてくれればそれが一番なんですけど、そうやね、確かにね、コメントがね、はい、聞いてくださってるリスナーさんもういるのはもう分かってるから、はい、でしかももっと言えば男性リスナーも女性リスナーもいるのが分かってるんで、うん、はい、どんなことでもねちょっと、はい、反応いただけたらなっていうちょっとお願いです、うん、はい、お願いします、お願いします。じゃあそろそろもうお別れのお時間が近づいてきております、はい、次は、はい、次こそはダンサーフォーダンサーフォー、いや僕この月末に田村ゆかりさんのライブに行くからゆかりのアニメかもね、いや出てはらへんから、あ、違う違う、ダンサーフォーさんに残念はい、まあまだね、はい、次もね、はい、楽しく喋りましょう、はい、はい、ではお相手は、はい、いつか田村ゆかりさんをゲストに迎えたいマスターマトバと、いつかガールズ&パンツァー界を語り合いたい常連のゆうちゃんでした、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、お願いします。